ラウド、ちょうどよかった。ほへ？少し前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。やっぱりそれか。ほへじゃねえや、ほひーだったな。神羅兵士なんてへでもない。本当にこんなとこに現れんのか？あれ？右腕が銃の男。近くで見たって情報は上がってんだ。おい、あいつの右腕。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。ま、あの時の。やっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。この、なめてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。おう。コルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んで神羅に突き出してやる。いつだかかセブンスヘブン出た時に会ったゴロツキの人たち。こいつ絶対に生体情報を調べた方がいい。うわー倒れるには早いだろう。だと思った。待って、そうだ、バレットはフェニックスの王だ。おい、いけるか。ただね、見破るマテリア持ってんのクラウドなんだよ。ATB を貯めないと。ん？バレット？あ、ちげえわ。ミアブル持ってんのティファーだ。ははは。かかってこい。失敗？それは、あ、でもそんなに体力多くないみたいだな。ちょっとめちゃくちゃゆっくり近づいてくる。連携しよう。俺の見せ場だ。これもうバレットで押しちゃう？いや。そっちはどうだ？うわ。すまない。やば。まだいけるな。これもう遠距離から攻撃ちまちま出せるバレットに気負いすぎる。おう、任せとけ。え、出た決殺のデスだ。気合入れとけ。さあ行くよ。邪魔だ。あ、ケアルガになってる。レイズ勝てるよね。で召喚獣か。よろしくね。ここからだ。おう、きっと取れ。ガード、あ、ガード不可だ。そっちはどうだ。私に任せて。危ない。今攻撃に、あーくっそ。俺の見せ場だ。もったいねえ、フェニックスの方が。こっちからは反撃だ。まだ寝れる。バレットめっちゃ狙い撃ちしてくるな。してるぜ。カバン来る。カモン、力を貸して。一旦下がるね。引き受け。おう、引き込んどけ。トンベリもう少しでバーストするな。集中。いやくっそ。レイズ頼りにしてる。俺が出る。あもうダーメンですね。よし、やっちゃおう。じゃあもう一回攻撃をやめてガードを狙うか。でも決殺攻撃出してきたら待たせてごめん。かわせないしな。引き受けた。あ、消えた。お、ミスったか今。よし。待って、今デスを食らってないか。おお、ギリギリセーフ。あ、でもセーフじゃない。俺の見せ場だ。くっそ。私に任せて。消えた。攻撃を出してこないかな。あ、違う、あ、消えた。かわいい。
なんか今変な技を出しかけたぞ。クラウド、あ、バレット。よし、今だ、やっちまえ。よし。あ、もう懲りたよ。あんたたちのことは誰にも言わねえから、見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだな。もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。わかりました。はい、家の方は大丈夫？エアリスを頼んだよ。大丈夫みたい。なんかクエストが点在してるからどれがどれだか分かんなくなりそう。サブクエの情報がサブクエにつながってるから、あと薬の材料も闘技場での勝利商品になっていたはずだから、いいから地下闘技場に行けということだ。行こうか。これ何だったんだろう。アイテムとは書いてあるけど、謎の機銃みたいのが天井からぶら下がってるだけの謎の建物で、あ、男。いい加減その辺にしておいたら。もう何時間もそうやって。いや、まだだ、オニオンさん。アニアンがアニアンがいるんだけど、クラウドか。どうした。プレートの上に行く方法を知らないか。今の状況では無理だろうな。ほう、見事な出来栄えだ。そこのレディ、ただ者ではないな。え？しなやかで品性の取れた美しい筋肉だ。思想が見える。いい師匠についたな。しかし今はひどくこわばっている。迷っているな。ティファ。ねえ君、ティファ君、せっかくだし兄と勝負してみないか。思いっきり汗を流せば胸のモヤモヤもすっきりするよね。私は構わないが。え、じゃあ来たな。では懸垂で勝負だ。はい、ランデブーと行こうか。ああ、なるほど。やり方はスクワットとあんまり変わんないんだ。またシュールな。そういう順番か。その調子だよ。おっと、あ、美しいフォームだ。いい感じだね。素晴らしいね。このまま続けていこう。いい感じだね。押し順を間違えそう。美しいフォームだ。素晴らしいね。その調子だよ。あ、落っこちたけど勝った。あ、まだやるの。あ、押し順変わった。素晴らしいね。美しいフォームだ。アニアン。このまま続けていこう。いい感じだね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。その調子だよ。素晴らしいね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。その調子だよ。よし。次もこの調子。美しいな。なんだそのポーズ。
君の勝ちだ、ティファ。私、夢中で。こわばりは解けたようだな。君との勝負で私も覚悟が決まった。今夜は最高のコンディションでステージに上がれそうだ。ありがとう。私の方こそ。すっきりです。これは今夜の記念。次はミツバチのステージで共に汗を流したいものだ。初級が終わったってことはだ。鍛えていくか。いいですとも。あ、チャンピオンベルトもう一つもらえるんだ。Are you ready? 押し順ミスんないように気をつけよう。いい感じだね。美しいフォームだ。その調子だよ。素晴らしい。よし、落ちたな。このまま続けていこう。いい感じだね。速くなってきた。美しいフォームだ。素晴らしいね。ほら、もっと体を追い込んで。その調子だよ。いい感じだね。早っ。よし。素晴らしいね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。その調子だよ。いいね。美しい汗だ。素晴らしいね。いい感じだね。まだまだ落ちてるはずだよ。ああ、またお前も落ちた。よし。乾杯だ。 You are champion。 これなら上級もちゃちゃっと終わるでしょう。君ね。筋トレしてる。お、違うな。この人が。うん？体動かしてく？上級勝負。さあ、楽しもう。おお、危ねえ。頑張るようになった。シャワー浴びたいな。結構僅差。素晴らしい試合だった。ありがとう。あれ、ワンミスしたらアウトだったんじゃないの。でどれだっけ。ああ、マジカルか。ああ、これ上限 100% まであるってことは、最大4つまで合わせ装備してもいいってことか。チャンピオンベルト、せっかくだからティファーにつけるか。あとのサブはどうなってるんだ。これやったしょ。まだどっかに一つあるな。とりあえず闘技場、本日も闘技場はいつも通り開催するよ。やっちゃうか。おっと、ディスクの一枚だ。コソ泥もぶっ飛ぶこの威力。おう、買っちゃった。安くなってる。安くなってるけど別に。
数量限定だからお早めに。あれ誰もいない。あ、いた。あ、チャンピオン、いいところに来た。実はキリエっていう謎の美少女が出場するはずなんだが、まだ来なくてよ、困ってたんだ。どうだ、代わりに出てくんねえか。よし、絶対に来ないから代わりに出るよ。わかった。おお、行ってみるもんだな。チャンピオンなら客も大歓迎さ。チャンピオンって言ってもね、クラウドしかいないけど、今回は。ん？誰だ？なんでお前が。キリエはどうした、あの嘘つきの泥棒娘。こいつがシンラの追ったか。キリエは来ない、俺たちが相手だ。ちょっと今いい、予定変更だ。この前の恨み晴らさせてもらうぜ。図らずもリベンジマッチとなったスラムエンジェルハイ。天使の杯を手にするのはどちらだ。レディーファイ。猛獣使え、使いを先に倒そう。あ、めっちゃ弱いかも。あー、めっちゃ弱いかも。はい、こいつは強そう。落ち着いていけ。おう、任せて。あー、こっちもそうでもないな。アンガーマックス、オーバードライブ。あ、待って、結構ダメージ受けた。出番だよ。頼られちゃうな。バレットが、あ、待って、迫ってきてる、迫ってきてる。これはガードするか。弾かれた。回復。頑張るね。ああ、そういえばケアルガーを手にしてんのはティファーか。オッケー。あ、助けて。おう、召喚獣を呼べる。思う存分やっちゃって。呼ばなくてもよかったかな。アンガーマックス、俺が出る。えいたーい。私に任せて。なんだその技。頼りにしてる。ここか、俺の見せ場だ。よし、クラウド、ブレイバーじゃないな、こっちにしよう。よし、アンガーマックス。まだ続くぜ。バースト切れた。頼られちゃうな。どんなもんよ。ぶっ放し全回復でしょ。ゆっくり休んで。相手意外と強いな。接近攻撃、接近攻撃がことごとく吹っ飛ばされるから、バレットにしよう。バレットの方に来た。そこ出番だよ。俺が出る。チャンス。気負いすぎる。よし、やっちゃう。よし、さすがは我らがチャンピオン。猛獣を華麗に手なずけ、今回も大大大勝利です。ま、余裕だったな。マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。その前に来たな。さあ、相手を選んでくれ。増えとる。